皆さんご意見を、えー、先日、あの、入社した職場の話をします。で、だいぶ仕事も慣れてきて、まあ、その一つ前の仕事が、あのすごい忙しくて、あの、大人数でやる仕事で、あの、すごいハードル激しいんだよね。でも、すごい稼げたんですよね。で、店長が高圧的ですごい嫌なやつなんですよ。なんか嫌な感じの親父みたいな。で、まあ、ムカついてたし、まあ、中国人が多くて、中国人はいいやつだったんですけど、まあ、 でもね忙しすぎてねなんかめちゃくちゃ疲れるからやめたんですよ。であの最近つってもまあきっぽたったんだけどその入った職場があの店長が穏やかな人なんだよね物腰いいっていうかなんかさこっちがちょっとしくった時に「なんかあすいませんでした」っつったら「ああいいよ大丈夫だから」とか気遣ってくれる感じなんだよね。で一番驚いたのがもう慣れたけどキッチンのその調理長 的な人まあ調理長なんだけど正社員の人があの中国人なんだよねこれはほんとびっくりした今までたくさんの飲食店で働いてきたけどその調理長とか店長が中国人とかってなかったからね携帯ショップとか行くとさ結構仕事ができる人がなんか韓国人とかそういうのあるじゃないですかでもうんなかったねだからその中国人のその人があのシフトも作ったりとかしてるしまあいろいろやってるんだよね すげえなって思う、本当にたくさんあの飲食店で働いてきたけど初めてだね。で言葉もねまあなんとか日本語喋れるんだけどちょっとね、まあ、こと言葉ちょっちと失礼かもしれないけどめんどくさいんだよね。<laughs> やっぱその外人だからちょっと無駄があるしなんかでもすごい堂々としててなんかすごいちゃんとしてていいやつっていうか尊敬できる人なんですよね。で奥さんもいて家もあってでめちゃくちゃそのあの 馬力がある、うん、人で、堂々としてて、うん、胸張ってる感じの職人で、声もなんか張ってて、うん、仕事もできて、でも優しくてみたいな。で、そしたらたまたまさ、あのその調理長よりも上の総調理長が、あのヘルプで来たんだよね。総調理長、うん、が来て、その人は日本人で、まあ、おじさんなんだよね。で、その人と、まあ、話して、あの 僕はたくさんの職場で働いてきたんだけど飲食店であの外人がこの超をやっている正社員でって本当に初めてでびっくりしたんですよ「今は慣れましたけどね」みたいなこと言ってでよくあるのがその調理長が日本人でその2番手があのレギュラーバイトで仕事ができる中国人とかベトナム人とかよくあるんだよでもそういう人たちっていうのはさ あのまあ、外人だからさ学生だったりとかなんかビザの関係でプイっていなくなっちゃうんだよねその人は別にあのバックルとかじゃなくてその結果的にね辞めざるをなくなってってなるとさその中国人の人とかさあの腰を据えて働けないんだよねでもその方はなんか、うん、日本で家が家も持ってて奥さんもいてみたいなそういう人ですごいなんかハイスペックとは言い過ぎかもしれないけどまあ,あのやり手というか。 うん、そ,んじょそこらんの中国人じゃないみたいな感じでなんだよね。でその会社では結構ねその中国人があの責任者とか正社員っているんだってあそうなんですかだからもろ大企業じゃなくて、うん、中小的な感じなんだよねきっとまあそうだよね <laughs> 大企業ではないから、うん、まあ、そういうのがありなんだよね。で俺 その総長に聞いたんだけど大事な会議とかなんかねあのスーツ着てなんかみんなで話す時とかやっぱ外人だとどうしてもなんかちょっとなんかうまくできなかったりとかはしませんかみたいなこと言ったらいやそんなのうちの会社にはないからみたいな <laughs> ああそういうことねみたいな思ったんですよねなるほどねと思ってでもいいよあの中国人でもうん、あの嫌みなさ卑屈なさ訳あ,あかんでおっさんとかさ うん、よりか、絶対いいよ、日本人のね、感じ悪いさ、おっさんとか、なんか空気読めない、ね、変な、ね、なんか余計なこと言うおっさんとかさ、嫌じゃん、その、偉そうにしてるやつとか、嫌なんで俺は。で、中国人で成立でね、ひたむきに働いて、家もあって奥さんもいてみたらね、そのために仕事をしっかり頑張ってこなす。で、まあ、ただけどさ、日本で働く、その、稼いだお金、 1000円が向こうだったらね、多分1500円とか2000円とか、そんぐらい価値があるんじゃないかなと思うんだよね。だから、僕頑張ってあの中国人で働くわけじゃないですか。って感じで、まあ、僕は、その、結果的にね、そのやっぱ仕事辞めて、ね、前の仕事辞めて、今のところ入ってよかったなって思うし、やっぱこうやってさ、あの、どんどんね、あの、変化しなきゃダメだよね。その、ダメだなって思う職場っていうのはもうさ、まあ、極論さ、タイタニック号みたいな感じでさ、 もうなんとか自分でボートでも出してさ、違う船にさ、た <laughs> どり着くしかないね。そのボートの時はしんどいしさ、タイタニック号からさ、あのね、脱出するのにも勇気とかいるけどさ、でもボートでさ、まあこうやって漕いでればさ、またね、違う船に乗れてさ、いい船長とかいいね、あの、乗客とかいるところにさ、いられるからって思うんだよね。まあだからまあ、 あの雇われの仕事でさ悩む苦しむっていうのは本当馬バカらしいからあの、うん、ポジティブとネガティブでさやっぱ、ね、どんな職場でもそのネガティブはあるけどさその度合いがねやっぱネガティブの方が強くなってポジティブが薄くなったらまあ変化を恐れずにその新しいその道を自分で切り開いていった方が僕はいいと思うしまあ人 とさその人っていうのはさ出会いと別れの繰り返しだからさやっぱたくさんの人にも出会えるしこういう生き方でまあ僕はいいと思ってますね、うん、まあその分ねまああの一つの会社でさあの出世とかしたことないけどねまあ僕はその最近はそのなるべくお金をかけずにその幸福を生み出すとかそういうふうに考えて暮らして身を張らないとかなんか無駄遣いしないとか、うん、健康を大切にするとか なんか言葉遣いとか、なんか心意気とか大切にするとか、まあ、そういう風に結構シクトチェンジしてるんで、まあ、今のね今のだから自分が一番なんか最高って思ってるんですよね、考え方とか、だから昔の自分はやっぱバカだったな、なんか青かったなって思えるように、日々、まあ、ちょっとずつね人格をね形成してあの生きていくべきですよね、その体力とか落ちる分。 知恵とかね。その働かせてって思います。じゃあどうもありがとうございました。